大原美幸、大原五公とは、兵士滅亡後に、大原に出家、陰性した、県令門院、平徳公、後白河法皇が、密かに訪問したとされる故事。みゆきの真偽については不明だが、平家物語諸本、説話集、環境ともに記述がある。環境ともは、かの院のおあたりのことを記せる文、後白河院の周辺のことについて記した文から、書き写しとしている。 壇の裏の戦いで、安徳天皇や一門を失い、京都に戻った徳子は、落東の吉田に陰性して出家する。しかし、7月9日の大地震で居住していた坊が、壊れ、9月には、比叡山の北西の麓、大原の若光院に入った。年が明けた、文治2年、1186年春、後白河法皇は、大原の環境への見行きを思い立つが、 二月三月は、風が厳しく寒さも残っていた。夏となりかもさい、四月十四日が過ぎた頃、五白川は、徳大寺サネサダ、カの院県宮尾、土三門三七から苦業、天上人、北面武士を引き連れて、倉間街道を通り、大原に向かった。一行が若光院に着いた時、徳子は、裏の山へ花を摘みに行って留守だった。五白川が、 女院水から花を摘みに行くとは痛わしいことだと、同情すると、留守を預かっていた老人が、捨て身の修行に身を死んではならないのです。現在の運命は、過去のもとによって決まり、未来の運命は今何をするかによって決まるのですからと、答えた。小白川が感心して、そういう、お前は誰だと尋ねると、老には、親税の娘、合わないしと蘇生を明かした。 やがて二人の二が山を降りてきた。徳子と重平の妻、ダイナゴン藤原助子だった。徳子は思いもかけない、ゴ白川の来訪に戸惑ったが、合わない死に促されて対面した。ゴ白川が天神五水の悲しみは人間の世界にもあったのですね。ここにはどなたかお見えになりますかと尋ねると、徳子は誰も尋ねては来ません。 妹の高房の北の方や信高の北の方から、時々使いが来ることはあります。今は一門と先定の成仏を祈っていますと答えた。後白河が、人間の世界に天変があるのは今更驚くものでは、ないが、これほど変わり果てた姿を見ると悲しみでやりきれない、思いがしますと哀れんだのに対して、徳子は、自らの人生を振り返り仏教の世界観である。 陸道になぞらえて語り出した。私は平の清盛の娘として生まれ、天皇の母となりすべてが思いのままでした。明けても暮れても何の不自由もない贅沢な生活を過ごしていた様子は、天上界もこのようなものかと思うほどでした。ところが、樹永2年の秋、基曽義仲に等を追われ、源氏物語で名は聞いても見たことのない妻や証の裏を船でたどった。 時は悲しみに耐えられず、天神御水の悲しみのようだと思いました。人間界には様々な苦しみがありますが、愛別陸、愛する者と別れる苦しみ、温存えく、憎い者に合う苦しみは特に思い知らされました。筑前国大財布では、小型恒義に追い払われ、立ち寄って休むところもなくなりました。10月に清恒が受水したのは悲しいことの始まりでした。 波の上で朝から晩まで暮らしていて、食事にもことを書くありさまでした。たまたま食べ物があっても水がなくては、調理できず、目の前にたくさん水があっても海水なので飲むことが、できないことは、軌道の苦しみかと思いました。七三、水島の戦いに勝って人々も少し明るくなりましたが、一の谷の戦いで一門が多く滅んだ後は開けても、 くれても戦いの時の声が耐えることはなく、親は子に先立たれ、妻は夫に別れ、沖の釣り船を見て、敵戦かと怯え、遠方の松の白鷺を見て、源氏の白旗かと心配する日々が続きました。壇の裏の戦いの前ににいにが、男が生き残ることは、千万に一つもありえないでしょう。昔から、 女は殺さない習わしですから何とかして生きながらえて、天皇と私の後世を弔いなさいと申しまし。もはやこれまでとなりニーニが剪定を抱いて船畑へ出ると、帝は呆然としたご様子で、二枚私をどこへ連れて行くのかと仰せられました。ニーには、君は前世の前行の家宝で万丈の主となられましたが、悪縁に惹かれてその運も尽きてしまいました。 この国は辛いところですから、極楽浄土という素晴らしい世界へお連れしますとくなく、申されて海に沈みました。その様子は目もくらみきを失ってしまいそうなほどで、帝の面影は忘れようとしても忘れられず、悲しみに耐えようとしても耐えられません。後に残った人々のわめき叫ぶ声は地獄の罪人のようでした。武士に捕らえられ、都に戻る途中の証裏で、 先帝と一門が昔の代理よりはるかに立派なところに意義を正して並んでいる夢を見ました。ここはどこでしょうかと尋ねると、ニーニらしい声が竜宮城と答えました。素晴らしいところですね。ここに苦しみはないのでしょうかと尋ねると、竜畜教の中に書いてあります。よくよく後世を弔ってくださいと言われて目が覚めました。徳子は、 これらは陸道に違いないことと思いましたと結び、後白川は、これほどはっきりと陸道を見たという体験は大変、珍しいことですと涙を流した。夕日が傾き弱光院の鐘が鳴ると、後白川は名残惜しく思いながら、涙を抑えて歓了した。一行を見送った後、徳子は、先定精霊、一門傍魂、生徒小学、屯正母代、 先帝の御霊や一門の暴護が正しい悟るを開いて速やかに物価が得られますようにと祈った。平家物語には多くの遺本があり、書本による話の違いが大きい。平家物語は一人の作者が最初から順を追って書いたものではなく、様々な記録文書、伝承を編集して作られた。膨大な作者、編者による数知れぬ改変作業によって生み出された書本は、 どの本が原型か断定できるものではなく、どの本にも古い面と新しい面が混在している。大原美ゆの章における徳子の語りも諸本により内容が大きく異なっている。原平清水記では対面してすぐに徳子はゴ白川に激しい恨みの言葉を並べ立てている。話の要点は、宮古地におけるゴ白川の比叡山脱出とゴ白川の命令。 一員のお定めによる、尾形小形恒良吉の打材攻撃の二つに絞られる。この後白川への恨みの言葉は、長戸本や四部本にも見られ、特に、長戸本では、陸道語りの二倍以上に及んでいる。遠鏡本は、恨みごとの語りを載せていないが、陸道語りのヤシ落ち、チ、ガキ道と段の裏、地獄道の間に、陸道に対応しない、打材不落ちの記事を挟んでいる。 太宰府落ちは、恨みごとの語りの中心をなすもので、小型恒良しの攻撃を、戦時とかやとて、と、後白川の命令とするのも、原平清水記長戸本、四部本に共通している。角一本は、太宰府落ちを陸道語りの人間道に取り入れ、小型恒良しの攻撃を、温蔵役と位置づけている。佐伯木一は、角一本は、 恨み事の語りを陸道がたりの中に吸収したが、遠京本はうまく統合、解釈することができずに残存してしまったのではないかと推測している。各一本では、陸道がたりの地獄道における安徳天皇受水の場面が異様に長い。しかし肝心の地獄の描写は、最後の後に残された人々のわめき叫ぶ声が地獄の罪人のようだったという部分だけで、 安徳天皇受水は地獄の比喩とは必ずしも言い難い。一方、遠鏡本では徳子が安徳天皇の受水について陸道語りとは別立てで語っている。遠鏡本は恨み事の語りがない代わりに安徳天皇の回想が最も詳細な部分となっている。また、平家物語は徳子の生き残った理由について壇の裏の場面では 海に飛び込んだが武士に引き上られたとしながら、大原美行きの場面では、母に生き残るように説得されたとするなど、相互矛盾を引き起こしている。これらのことから、安徳天皇受水の場面は本来は、平家物語とは別のもので、後から取り入れられたものではないかと考えられる。平家物語以外で唯一、大原美行きを記す、環境ともではそのほとんどが、 安徳天皇の階層で占められている。ここでの徳子は後白河への恨みも陸道も語らず、ひたすら我が子と母のために祈る平凡な女性であり、徳子の実像に近いように思われる。徳子と共にいる天について、平家物語は、合わないし、大納言天使とするが、環居ともは、固有名を記していいことからも、環居ともの形が原型であり、 平家物語はそれを取り入れて脚色したのではないかと推測される。もっとも環境とも自体がかの院のおあたりのことを記せる文によって解としているので平家物語も直接かの院のおあたりのことを記せる文から取り入れた可能性もある。各一本の陸道語りでは畜生道は竜宮の夢の話になっている。しかし、 他の五道が徳子の苦しみを伴う体験であるのに、対して、畜生道だけが、夢の話であるのは無理にこじつけた感がある。一方、遠鏡本、四部分、原平性水記は畜、畜生道を、二位、胸盛、ともとの関引、道義に外れた男女の交わりとする。胸盛、とも徳子は、同母兄弟であり、これは、近親相関としか言いようがない。 各一本は、琵琶防止のテキストとして作られた語り本であり、あまりに刺激的な近親相関の話は削除せざるを得ず、代わりに、竜宮の夢を畜生堂に当てたと思われる。仏教における畜生堂は弱肉強食の世界であり、性的な意味は希薄である。しかし、中国では、古来から郷土などの北方民族の風習である、家父相続婚。 不死一再婚を人間以下の行為イコール金獣と表し、不死の別を重んじる儒教的見地から激しく嫌をしていた。畜生と金獣は似たような言葉で混同されることが多く、金獣の性的乱れという属性がいつしか仏教後の畜生に流入したものとみられる。近親相関の審議は一切不明である。胸森、友盛。 特子ら一門の人々が同じ船に乗るのは当然のことであるし、船内の様子を見ていたのは、兵士の人々に限られる。兵士の人々が、都に戻って、そのような悪意ある噂を流したとも考えにくい。従って問題は、なぜ、平家物語の偏社が、このような話を陸道語りに取り入れたかということになる。中世の仏教は、所有3000回、男子書分の、 合わせ集うため、数と、女人のご主将、世界中の男性の煩悩をすべて集めても、女性の一人分のご主将に過ぎない、女人地獄子、脳断仏主史、外面に、菩薩、内面上夜者、女性は、地獄の使いで人の持つ仏証の種を断ってしまう。外面は、菩薩のようでも、内面は、夜者のように恐ろしいといった言葉を生み出すなど、女性差別的傾向が強く、女性は、 男性とは違い修行ではなく、苦難を経なければ、悟りを得ることはできないとしていた。陸道語りは、平家物語の中で、最も仏教的色彩の濃い部分であり、特古を道徳的に貶める、畜生道の語りも、当時の仏教における、女性観を反映したものと推測される。もっとも陸道語りの畜生道を、そのような仏教的観点で、すべて説明できるわけではない。 源平清水期は、徳子と宗森の会員を、都知以前にまで訴求させ、安徳天皇を宗森のことしたり、徳子と吉経の会員もあったと記す。これらは、他本にはなく、源平清水期の過失と判断して間違いない。源平清水期は、荒唐無形な話を多く挿入し、全体的に暴露趣味、露悪趣味といった傾向がある。霊落した元中宮の、 国母に対して非俗な視線を注いだ変者がいたことを示すものと言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。